英彦山周辺の地形図北岳から望む中岳と南岳。中岳の建物は、英彦山神宮か三宮、国道500号からの持雲台英彦山から、福知山を眺める英彦山花園スロープカート、尺投彦山は、旧部全国である、福岡県田川郡添田町と大分県中津市、山国町にまたがる、標高1199メートルの山である。 矢場ひたえひこさん国定公園の一部をなす。日本百景、日本二百名山の一つ。また、や彦山、雪彦さんともに、日本三彦さんに数えられる。国の史跡に指定されている。北岳、中岳、南岳の三つの峰があり、最高点は、南岳にある。福岡県内では、大分県ひた市との境にある、釈迦岳、八市にある、 午前岳に次いで三番目に標高が高い。三域は福岡県と大分県の県境未確定地域となっている。元は彦山との表記であったが、1729年、霊元法王の院前により、A の字を付けたという。山の中腹720メートル近辺に A 彦山神宮法兵殿があり、多くの参拝客が訪れる。中岳山頂には、 上継つぐがある。2005年10月には、栄彦山神宮へ続く山道沿いに、山道起点の道の鳥居横から、栄彦山花公園を経由して、山道終点の栄彦山神宮方平殿へ至る、全長849メートルのスロープカーが、完成し、栄彦山神宮方平殿まで、約15分で行けるようになった。 北岳の北東にある、石段と鎖付き岩壁でたどり着く、持ち運台と呼ばれる、切り立った足場30センチメートルの岩壁は、下界に広がる森林から突き出た、高野巣山が望めるなど眺望が素晴らしく、自己責任で登るロッククライミングの名所となっている。本来山伏の修行場であった。麓にある深層橋は紅葉の名所である。 深層郷の奥の深層園地にある祈願、男魂岩と谷を隔てて退治する女岩とは巨大な締縄で結ばれており、毎年11月に男玉祭りが催される。旧亀石棒庭園など、栄彦山庭園群の一部は国指定名称に指定されている。山麓にある今川源流部では、縄文時代前期から後期にかけての狩猟用落とし穴以降や、 集落跡が存在するなど、彦山における人間の定住の歴史は古い。福岡県下では珍しく、直線距離にして1 5 0 0トル程度離れている、新潟県糸井川から持ち込まれた、縄文時代後期に属する、高玉性大種も見つかっており、当時の交流の活発さがうかがえる。彦山は、羽黒山、熊野大宝山と共に、 日本三大修験山に数えられ、山伏の防子跡など王子を忍ぶ史跡が残る。山伏の修験道場として、古くから武芸の鍛錬に力を入れ、最盛期には数千名の僧兵を要し、大名に匹敵する兵力を保持していたという。この山を根拠とする武前佐々木氏が領主であり、一族からは彦山幸雄郵という役職も出していたとの記録が、 ある。彦さんは、その後、秋月種と根ザと、軍事同盟を結んだため、天正9年10月、敵対する、大友義宗の軍勢による焼き打ちを受け、1ヶ月、あまり続いた戦闘によって、多くの亡者が焼け落ち、多数の死者を出して大きく、勢力を失った。大友氏の衰退後は、新領主として、武前に入った。 細川忠興が強力な両国経営を推し進めたため、佐々木氏と共にさらにその勢力は衰退したという。なお、武前佐々木氏は、添田の岩石城を居城としていた。豊臣秀吉による九州征伐の際には、秋月司方として河原武城に続いて攻撃され、一日で攻め落とされたが滅ぼされず、細々と生き残っている。 元流党の血統で有名な佐々木小次郎は、この武前佐々木氏の出身であり、またその流派、元流は、栄彦山山伏の武芸の流れを組むとする説がある。その説によれば、元流党の血統自体が、宮本武蔵を利用して当主である小次郎を、殺害させることによる、細川氏の武前佐々木氏弱体化工作であったという。 山伏集落についての詳細は不明であったが、平成27年、添田町が行ったレーザー測量によって、集落跡地と見られる場所を複数箇所確認した。英彦山3800坊と言われていたが、測量結果から800箇所、3000人規模の集落があったと推測される。ありがとうございます。